あ、回ってます。あ、回ってます。165のつもりで歌うんですか。あ、歌おうかな。あ、ジャンプルダイ。え、先生も弾いてくれるんですか。弾いてくれるかと思ったじゃないですか。すいません、だってギター持つから弾いてくれるかなと思うじゃないですか。よろしくお願いします。ご機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。条件がこうじゃなんて忘れた方がマシさ。これ以上されていてたまらない。何がもう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 この空にとってもだろう。だけどもう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 明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ相対としい思いも負けそうになるけど、ステージ立ちないメイクだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。バレました。いや絶対バレてる。いや全然すごいですね。1年でここまで弾けるようになるとは。1年で弾き語りができるようになるって結構いいですよね。あ、本当です か, なんか、はい、ありがとうございます。教えがいいから。夢ですね、夢、うん、あ、でも嬉しい。アニソンを弾き語りたいっていうのが、うん、あの始まりだから嬉しいです、うん、悔しい。なんかマスクしてないしカメラも回ってない、リラックスした状態で練習してたら結構もっと伸び伸びやれてたんですけど、やっぱ緊張しますね。先生が聞いてるっていうのもあるから。いつも通りやればよしみたいな。そこが難しいところ。自分のコントロールが難しいですね。今先生がいるっていうところで結構緊張がずって、さっきのは60点ぐらいかな。ああ、あそこだと思えばいいんじゃないですか。悔しさ。仏像みたいな。じゃあ先生もよかったら弾いてください。この辺はちょっと練習したけど難しくって、機嫌なからそこまで、はい、20万円ぐらいなんですよ。高い。これ1万円ちょっとぐらい。ピポポいらない。ピポポはない方。じゃあ先生に合わせます。ん、速さを頑張って。どっちかっていうと、あ、先生が合わせてくれた方がいいのか、はい、そっか。じゃあよろしくお願いします。いいですか、はい、やった。じゃあお願いします。はい、ね、不機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。条件がこうとなんて忘れた方がマシさ。これ以上耐えてる時間はない。何がウォー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 、無限大な夢の後の何もない世の中が存在とし、思いも負けそうになるけど、ステージ立ちないめっちゃだけど頼りない翼でもきっと飛べるさ。All my life。 さすがです。ありがとうございます。できない、できなくなっちゃった。いや先生が知らない音引き出すから。知らない音引いてない。あ、じゃあ音がいいんだな、その日。なんでサビで消えるんですか。よし、じゃあもう一回お願いします。はい、いきます。せーのーね。一元の蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。忘れた方がマシさ。これ以上やってる時間はない。何がウォー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 、この空
ありがとうございます。夢が叶いました、ね、叶いました。惑わされずに弾けましたやっぱ音が綺麗なのかな、違う音に聞こえます。いやいやいや、ほぼ初見なの。そうですよね、すごいな、よく弾けるな、うん、ありがとうございました。いやいやいや、よかったです。よかった、楽しかったです。1年の集大成新しい音がしますね、やっぱり。新しい音。弦もそうですけど。あ、そうですか。うん。なんかもう新しい音がしますね。ギターが喜びますわ。吹かれて喜びますわ。いい時代になりましたね1万円で、1万円台でこんないいギターが買えるなんて。最初白でしたよね。あ、白希望で先生にどれを買ったらいいですかってネット検索をするのが初回です。で買って それが初期不良で交換しましたよね。え、したっけ。やっぱりそこが曖昧なんでね。え、そんな記憶ありますか。あります、あります。え、私ですかそれ、はい、違う生徒さんじゃなくて。いや、初期不良でなんか変えてもらったんですよって言ってこれが来た。あ、でそうだ、で思い出した。 あ、茶色でいいんだと思ったのが最初の印象なんですよそんな印象やったんや。やりたいことはいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。そう、指弾きできるようになりたいのと、うん、弦を張り替えられるようになりたいのと、アコギを弾いてみたいです。まだまだ。アコギを別に今弾けますけど。え、本当ですか。ちょっと触りたい。あ、やったー、大きい、うん、え、どうしよう、こうこうですか。なんかえ、でか、軽い。うん、まあでかいのに軽い、発泡スチロールのようですA、音鳴ります。鳴ります、すごいC は、うん、え、これだって初めてここに来た時に持たせていただいて、うん、音鳴らなかったんですよ、うん、それでエレキになったの。そうです、そうです。なんか最初にアコギ買っちゃうとしんどいからっていうことでエレキから始めてもらって、うんうんうん、でエレキ弾けるようになったらアコギ欲しかったら買えばいいんじゃないですかって話して、そう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 、今その瞬間です。うわー、すごーいまーちゃんはテントをいっぱい買うから私もギター買いたいな。ギター、ギター、どうしよう、ちょっと待って。シャカシャカってやれば出てきます。なんかあるあるなんですけど。 あるあるなの。こんな穴開いてんの君。ちょっと待って、どうしよう全然で、あ、来た、よかった。おみくじみたいな。へえ、面白い。あ、そっか、エレキは開いていないから、うん、はい、デジモン弾いていいですか。あ、どうぞ。え、すごい。そうですね、爆音すごい面白い。うん、全然弾いてて、楽しい。終わってるんですよ、このギターは。潮風にも吹かれる。ああの動画のやつ。あ、そう、あ、見ました。もう限界突破してるんですけど、なんかパーツもボロボロでよく弾けるなって感じです頑張ってくれてるギターですね。潮風にも負けず、雨にも打たれ。あ、そうなんだ。じゃあ思い出です ね、 そうですね。雨の野外ライブで弾いた。へえ、いや、そんなギターをありがとうございます。触らせていただいて死んでるもう買ってもいいと思いますよ。本当ですか。これでもシングルカッタウェイってやつなんですよ。
普通のアコギここ削れてないんですよね。あ、本当だ、そういえばここが丸いこうなってるんですけど、はい、これはこう高い音も弾きやすいようにここが、あ、指届きやすいようにですか。あ、なるほど、すごい。削れてる分低音が出ないんですよ。低音が出ない。はい。あ、そうなんだ。ここがつながってるともっと音が膨らむんで低音が出るんですけど。すごい。同じコード弾いててももっとあのボワーンってする。ああ、ボワーン。で、私が買うとしたらどう、このこうなってるやつの方がいいですか。丸っぽいのがいいんですか。丸っぽい方がいいんじゃないですか。うん、てか、うん、丸っぽい方が音はいいって言われてますね。弾き語りとかそのコード響きが主体の人だったら、うん、ここがあった方が音自体はいいと思います。私が一体将来何を弾きたいかはわからないので、とりあえずだったらもう底値から、底値からわかりました。3万円ぐらいが小木のその良さげな底値かなって。だからそれ下回るともうこれは楽器ではないのではっていう感じになっちゃうので